それでは万能とミニスタートしていきたいと思います。今日のゲストは阿蘇利幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、ちょっと私の自己紹介をさせてください。25歳と27歳でがんになった万能と代表理事の岸田徹と申します。今日は阿蘇さんにインタビューさせていただきます。そしてですね、今日のゲスト阿蘇利幸さん、製造業にお勤めの方で CAD とか CAM とか、まあ、その機器だったりとか PC 使ったオペレーターをされています。がんの種類は精巣腫瘍、そして後腹膜の肺細胞腫瘍にが罹患されています。ステージは 2B から3というような形で、まあ、告知年齢が20歳と43歳の時もということで、またこれも後でお伺いしていきたいと思いますし、現在の年齢は48歳で手術と化学療法を受けられていらっしゃいます。今日は阿蘇さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、阿蘇さんはあれですよね、今サロンもされているといらっしゃるということで、はいはい、ちょっとだけ自己紹介も含めてちょっとお願いできますか。はい、はい、そうですね、僕はガンサロンおしゃべりバティという、要は交流会をメインにしている、まあ、ガンサロンですね。はい、これをちょっと神奈川県の相模原市の方で、開催させていただいています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして阿蘇さんのちょっと闘病歴、ちょっと簡単にではあるんですけども、ちょっと振り返っていただけますでしょうか。はい、僕はですね、1992年の、10月ですね、ちょうど20歳の時に、右精巣摘出ですね、をしました。まあ、精巣腫瘍ですね。はい、で、この2015年の8月にですね、転移再発いたしまして、これが後腹膜肺細胞腫瘍ということで、化学療法をしました。で、今度ですね、年をまたいで、まあ、リンパ節覚醒術をやるわけなんですけれども、それから去年ですね、回復手術でですね、合併症ですね、腹壁反根ヘルニアという合併症を患いまして、手術しました。はい、はい、ありがとうございます。端的に振り返っていただいて、そんな中でちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっと振り返っていって、20歳の頃に精巣を摘出、はい、精巣が腫れて大学附属病院へ行くと、ですぐ手術するっていう形ですけど、精巣が腫れてってどれぐらい腫れたんですか。精巣が、そうですね、もう僕の気持ち的にはもう本当ソフトボールぐらいですね。ソフトボールぐらいに腫れ上がってましたね。めっちゃ拳大ですね。もう拳これぐらいですよ、ね。はい、本当に。そうですね、もう本当にそのぐらい腫れてて、うん、もう気になってしょうがなかったですけど、うん、ちょっと恥ずかしくて誰にも言えなかったりとかしてます。そうですよね、病院行くのも恥ずかしいですよね。はい、そうですね、うん、はい、そんな中でそれぐらい腫れたから、まあ、大学附属病院に行って、はい、そしたらすぐ手術ということなんですね。もうその時はもう精巣腫瘍だろうという見立てで。そうですね、精巣腫瘍、まだその、まあ、告知義務がなかったんで、その辺の悪性か腫瘍かっていうのはちょっとわからない段階ではあったんですけど、なので、うん、まあ、取ってもらったっていう感じですかね、すぐね。はい、あ、じゃあ告知されてないんですね。そうですね、一応その悪性腫瘍だったとか良性腫瘍だ、なのかなとか、そういう腫瘍に関しての説明はあるんですけど、それがもう悪性腫瘍だよとかっていう、もう直にそういう告知っていうのはなんかなかったような気がしますね、僕の記憶の中には。はい、ありがとうございます。そっか、そしてそのまあ摘出手術をして、はい、そして入院、結婚入院って書いてもめっちゃ気になるんですけど、これ、はい、どういうことですか。これ、これはですね、僕も結婚式がですね、まあ92年の10月には病院に行くわけなんですけれども、11月の8日にですね、結婚式があるっていう、もう予定だったんですね。はい、そのちょっと前に本当に精巣腫瘍が分かってですね、まあ、前から腫れてはいたんですけど、本当にさっきの恥ずかしくてなかなか行けなくて、まあ、結婚前にちょっとやっぱり行かなきゃっていうことで行ったら、もうそういう精巣腫瘍ということで、まあ、うん、1週間後に、まあ、控えてるんですけども、医師には、まあ、1週間後、10日後ぐらいに結婚式があるからっていうのは伝えて、はい、じゃあその日にはちょっと仮退院できるように進めるからということで、はい、
結婚式を無事やりましたね、手術から10日後ぐらいに。はあ、バージンロード歩くのなんか痛くなかったですか？なんか昔 の、 その結婚式の写真見ると顔色がちょっと青白いなとかは分かるんですけど、はい、ただまあ、知ってる人、その戦争しようっていう、僕が病気だったっていうことを参加者さんにはあまり伝えてなかったので、身内にも親戚とかにも、はいはいはい、なので一応ひな壇、新郎新婦がいるひな壇の前にはお酒がダメだったので、バケツを用意してもらって、お酌とか しに来てもらって、もう一口つけて捨てる、一口つけて捨てるみたいなことはやってましたね。あ、大変な結婚式でしたね、それはね、うん、はい、ありがとうございます、うん、そんな中、はい、はい、それから23年後ですよね、はい、そうですね、23年後、次43歳で後腹膜に再発転移って書いてますけど、これどうやって分かったんですか？これはですね、お腹と背中がもう痛くて、そういう、もう症状が出てきてしまってたんですね。それまでは気づかなかったんですけど、もう徐々にこう出てきて、まあ、鎮痛剤とか痛み止めを市販の飲んでたんですけど、だんだんそれが効かなくなってきて、薬の量も増えるし、これはまずいぞと思って、で、うちの家内の方からもうちょっと病院行った方がいいんじゃないの、尿路結石とかだったら本当に痛いんだよとかって言われて、僕病院嫌いなんですけど、まあそう言われたらちょっと行かなきゃなと思って病院行ったら、一応内科に初め行ったんですけど、そこでもう内科で、まあ、血液検査と超音波をやったわけなんですけれども、超音波でかなり大きいものがあるから外科に移ってくれということ で外科にこう回った時に、これ悪いものがあるよっていうことで分かりましたね。あ、もうその時は告知してもらったって感じですか、がんっていうのは。そうですね、告知はしてもらったんですけど、一応前にも二十歳の時にこう精巣腫瘍っていうものがあって、まあ、それが悪性なのか良性なのか、その時点では僕もまだ分かってなかったので、分からないけれども、そういうことがあったんですよって言ったら、それはまあもう20年以上前だから関係なく、一応後腹膜腫瘍っていうもので外科的な手術をするからっていうことは言われてましたね。だから肺細胞腫瘍っていう昔のがんと関わりがあるっていうのは、その時点ではまだ気づいてなかったっていうことです。はい、ありがとうございます。ってことは、はい、まあ後でも聞きたいんですけど、まあ、関係が今後 見えてくるって感じですか ね、はい、ありがとうございます。でそんな中、はい、はい、阿蘇さんがその再発転移して全7クールの療法、はい、ブレオマイシン、シスプラチン、エトボシオ、パクリタキセル、イホスファミド、ネラプラチンっていう、別府療法4クール、EP 療法1クール、TIN 療法2クール、7クール、これどれぐらいの期間ですか？これはですね、まあ、8月に分かって、9月から抗がん剤治療始まるんですけれども、9月から、4月の頭、3月終わりぐらいまでやってましたね。入院しながらずっと。そうですね、もう入院と、まあ、1週間の仮退院をしながら。すごいな、こんなもうだからほぼ入院ですよね。ですよね、うわ、ちょっとこれもいろいろ大変だったと思うので、後でまた聞きたいと思います。はい、そんな中、はい、手術で、44歳、まあ、そこが終わってからですかね、後腹膜リンパ節郭清をしたということですね。ちょうど治療が終わってですね、抗がん剤の治療が終わって、まあ、約1ヶ月間かけてちょっと体力を戻そうということで、ちょっと休養期間がありまして、そこから、まあ、回復手術の後腹膜、リンパ節郭清術をやりましたね。はい、まあ、お腹のね、ところのリンパのやつだと思うんですけど、うん、1週間ほどで退院、病院から出たくて仕方がなかったってどういうことですか、これ。はい、そうですね、もう抗がん剤がもうあまりにも辛くて、うん、で、まあ、仮退院はあって、外の空気もたまには吸えてたんですけど、もう本当に家に帰りたかったっていう、はい、単純にね、もうずっとね。単純にもう本当に家に帰りたかった。はい、それでもう結構術後のこういう歩行訓練とかはもうめっちゃ頑張りましたね、気合い入れて気合い入れて
まあそれぐらいになりますよね、本当 ね、 ね、はい、ありがとうございます。その後、約3年後、手術、回復手術、はい、腹壁反根ヘルニアって初めて聞くんですけど、どんなやつなんですか？はい、そうですね、この腹壁反根ヘルニアっていうのは、僕はたまたまもその回復手術をしてて、なかなか腹筋とかやる勇気も出ない、またなんかあったらどうしようと思って、なかなか腹筋とかやらなかったんですけど、ちょっとやってみたんですよ、腹筋を。そしたら、その溝落ちの下ら辺が、こう力を入れるとポコって動くんですよ。なんかこう皮があって、ポコッとかってなんか出るみたいな。はい、で、戻すとまたへこむみたいな。お腹が。これなんかお腹の中にエイリアンいるよみたいな感じになって、これやばいと思って、はい。で、まあ痛みはないんですよ。痛みはないんですけど、なんかボコボコ動くと思って、はい、これもちょっとなんか不安だなと思って、これは主治医に相談しましたね。はい、そしたらやっぱり腸、はい、腸が出入りしてるっていう。うん、出入りしてる。それが腸が、まあ、お腹にボッコって出、腹筋を割って出ちゃうってことですよね。それがそうですね、要はもうカワッと、うん、膜の下でこう動いてるっていう感じですかね、筋肉を突き破ってっていう、要は筋肉がですね5センチぐらい、その回復してる手術切ってるところの周りの腹筋がですね5センチぐらい離れてるっていう、パッカーンってなってるわけですね。そうですね、もう本当にそうですね、パッカーンってこんな感じで、この幅が5センチぐらい離れてて、でまあほっといてもまだ一応治りはしないんだけれども、ほっといたら一応広がっていくだけだよって言われて、だから今すぐにはやらなくても、まだ7センチとかあれば、他にもいろいろ腹筋をこう3層になってる腹筋を切って、寄せてまた縫うとか、でその間にメッシュを入れるとかっていうのがあったんですけど、ちょっと話を聞いてるだけで怖いじゃないですか。怖い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 、はい、なのでもうちょっとまあ、若いうちにというか体力があるうちに治療してしまえということで、去年の8月に、そういう手術をして、中にメッシュを入れるという、はい、一応筋肉をその5センチ開いてる筋肉を、まあ、切って寄せて、その間にメッシュを入れるという手術を、やりました。はい、でその手術をして今はもう大丈夫なんですか？そうですね、今は大丈夫で、まあ、回復、その合併症の腹壁反根ヘルニアと、その精巣腫瘍、後腹膜肺細胞腫瘍の、要は経過観、両方とも経過観察があるので、はい、両方とも経過観察をやりながら、日常を送ってるという感じですね。ということですね。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに、その精巣、さっきね、精巣腫瘍とこの時は精巣腫瘍とまた別で肺細胞、後腹膜が肺細胞腫瘍っていうことが、うん、っていう話で、なん当時は分からなかったみたいなことですけれども、うん、結局なんか関わりあったんですか、精巣腫瘍との関わりみたいなのは。そうですね、それでまあこの2015年の43歳の時に、まあ腹痛と腰痛で、まあ、後腹膜腫瘍だよって言われて、外科の手術だよとかって言われてたんですけど、そこでは一応手術ができなくて、また違う病院を紹介されていくんですけど、そこの病院、紹介された病院の先生が、もしかしたら、まあ、20歳の時の精巣腫瘍が関わってるんじゃないかということで、もしその精巣腫瘍だったら抗がん剤が効きますよということで、そっちの治療を、治療というか、まあ、抗がん剤も選択肢にあるんではないかっていうことを助言してくれた他に先生がいたらしくて、へー、はい、他にもこう周りに、はい、なのでそこからじゃあこう、その抗腹膜腫瘍のまま手術をするか、まあ、転院して違う抗がん剤の方の治療に行くかっていう選択がありますよということを言われましたね。あ、でそれで、はい、
まずは抗がん剤治療を受けようっていうことをお医者さんは決められたんですね。抗がん剤治療、はい、もう本当に単純ななんか抗がん剤、もう僕も本当にそういうの今昔分からなかったので、その抗がん剤治療の方が楽なんじゃないかなとか、はい、そういうのはそう思ったのは、その後腹膜腫瘍で手術をした場合12時間はかかって中を開けてみないと分かんなくて、他の十二指腸とかいろんななんか臓器にもあったら関わってたらもうそれをどんどん切って取っていくしかないって、でもし取りきれなかったら塞ぎますよとかって言われてて、そういうなんか説明を聞いてたら抗がん剤の方がもしかしたら楽なのかなとかと思って、はい、で僕は抗がん剤を選びましたね、はい、ありがとうございます。そういったことがあったんですね、はい、あと助言してくれた先生に感謝ですね、本当 ね、 そ う、 いうね、そうですね、今本当そうですね、ありがとうございます、はい、そんな中阿蘇さんがですね、はい、ちょっとこの大変だったことについてお伺いしたいんですけれども、うん、まあ、この闘病の時に阿蘇さんいろんなまあ大変だったことあったと思うんですけれども、何が大変でした？大変だったのはやっぱりその抗がん剤、まあ、泌尿器科の、まあ、抗腹膜肺細胞生検をやって、まあ、細胞を取ってそれがもう抗腹膜肺細胞腫瘍だよって実際にもう分かってからですね、いざ抗がん剤をやりましょうってなった時に、その抗がん剤を受けるです、受けるじゃないですか、抗がん剤やるんですけど治療始まるんですけど、血液の数値とかどんどん下がっていくわけですね、採血とかすると、はい、そうすると僕抗がん剤だけをやればいいのかなと思ってたので、そうするとそうではなくて、抗がん剤のその血液を下がってきたら今度それを上げるための薬とか、はい、今度肝臓がやられたら肝臓をまた正常な値に戻す薬とか、まあ、吐き気もあるんで吐き気止めの薬とか、なんか抗がん剤をやるためにたくさんの薬を服用しないといけないっていうのが大変でしたね、これ。それもその大変だったのはもういろんな、この次の話もありますけど副作用っていったところも含めて大変だったってことですか？そうですね、副作用も抑えないといけないしっていう、そうですね、それを抑えるための薬だったりとか、はい、要は全身髪の毛とかもあらゆる毛が抜けるわけですけど、それ以外の、まあ、副作用的なのを抑える薬だったりとか、はい、そういう薬をやるのが大変でしたね、うん、ありがとうございます。そんな中の阿蘇さんのなんか、あ、これ印象残ってるなとか、まあ、苦しかったなって何でもいいんですけど、その副作用って何かありますか？髪の毛、そうですね、やっぱり倦怠感、はい、まあ、一番初めに出たのはその全身脱毛とか、要は血液 の、 高中級が減少して、まあ、大部屋だったのが、まあ、個室に移らざるを得なかったりだとかはするんですけど、そうですね、倦怠感とかも常にイライラとかしてしまったりとか、はいはい、あとはもうその、まあ、抗がん剤もあれだけいろんな薬を入れてるわけなんですけど、まあ、末梢神経障害とか、あ、どんな感じなんですか？はもう靴の中が常に砂利が入ってる感じだったりとか、ひどい時は足つぼマッサージみたいな、ちっちゃい小石とかがこうセメントでこうくっつかってるような場所があったりとかするじゃないですか。ありますね。あれを常に歩いてるような感じだったりとか。痛い。なので、車もちょっと運転はしてたんですけど、オートマチックでブレーキを、信号待ちでブレーキを踏んでるんですけど、自分では踏んでるつもりでも徐々に足が離れてたりとか、だから知らない間に前に進んでたりとか。おー、怖い、それって治るんですか？末梢神経障害に関しては今もあります。ある、はい、なので、まあ車に関してはだんだんは良くなってきてるので、ちゃんとしっかり踏めてるとは自分では思ってるんですけど、いや、事故ってない、なければ大丈夫だと思います。そっか。あとはもう、そう、末梢神経障害、手は
もうパソコン仕事なので、マウスチクチクってやって反応するようにしたりとかはしてますけどね。まあ、うまく付き合っていくっていう感じですよね、本当ね。そうですね、これは、はい。ありがとうございます。そんな中、まあ、麻生さん、まあ、2回、大きながんになられているということだと思います。治療費とかはどうしましたかっていうのも、その保険とかいろんなものとか、そういったものも入ってました？そうですね、保険は入ってましたね。お。入ってました、入ってました。はい、どんな保険に入ってました？医療保険とかなんか、なんかその、がん保険ですね。おお、がん保険に。もう某アフラックのがん保険。某が意味なくなってる。そう、アフラック、のがん保険に入ってました。それで治療費は足りました？治療費はですね、一応まあ保険からっていうのもあったんですけど、やっぱり日本のその制度的な高額療養費制度というものを使いながら、一応まあ保険が効いてたので、薬だったので、そういうのをうまく使いながら治療はしてましたね。あ、じゃあそういうの使って、あと保険とかで、まあ、賄えたって感じですかそうね。ですね、賄いました。そうですね、その辺で賄いました。20歳でもう保険入ってたんですか？その二十歳の時は、保険入ってたんですよ。すごっ。うち、そのアフラックの、今、アフラックっていう名前ですけど、そのアメリカンなんとかっていう、アメリカンファミリーの時でそうすですね。ね。その時に、うちの母親の、その知り合いの関係で、もうすでに僕も入ってたんです。ただ僕が入ってたっていうのは、その時知らなかったんです。その時は、保険使ってないんですよ。どういうこと？二十歳の時は。二十歳の時は、なぜか、これ僕事なんですけど、要は、親が 僕が知らなかったので、その保険に入ってるっていうこと。だから、親もそれを使うのかなと思ったんです。なんか、親がその時は、僕もまだ二十歳で、なんかそういう、なんかよくわからなかったので、親がちょっと出してくれたりとかしたんですね、治療。僕全然お金なかったので。で、親が入ってて、親が保険入ってるので、使えばいいのになぜか使ってなかったんですよ。で、それは切り替えて、なんかそういろいろ切り替えで、後々僕がアメリカンファミリーっていうのに変わって、結婚したわけで、で、名義もこう変えたりとか、いろいろこう契約内容を見直したりとかしている中で、こう今回は、アフラック入ってるってことで、今回はしっかり使ったんですけど。じゃあ当時は、麻生さん自身も入ってることは知らなかったし、そうなん、そうなで、んです。親御さんは親御さんで、麻生さんが分かってると思って、で、多分言わなかったんだと思うんですけど、僕は分かってないから、知らなかったんですけど、親御さんじゃあ知ってたわけね、入ってるのはね。親はそういうがん保険に入ってるっていうのは知ってたんですけど、多分、だからその辺のさっきの話に遡りますけど、その、良性か悪性なのかわからないっていう段階で、親も告知受けてないから、それが使えるのかどうかっていうのを聞かなかったりとか、なんかその辺でなんかいろいろ、親の判断的には、入ってるけど使わなくていいかっていう判断に至ったんだと思いますね。入ってるけど使わなくていいかっていう。なので、二十歳の時借りて出してもらったわけなんですけど、で、今回は悪性だっていうのもちゃんと分かったので、保険会社のアフラックさんの方に。ただ、アフラックさんもそれを言ったら、その僕、二十歳の時に入ってて、その二十歳の時になったんですよみたいなことを話したら、遡って申請されますかとかって言ってくれたんですけすど、ごい。うん。すごいですよね、そう言ってくれてて。で、僕、遡れた？いいで、大丈夫です。なんでそこで日本人になってるの？今回のでいいです。なんか悪いな、申し訳ないなと思って。奥ゆかしき日本人ですね、ほんとね。もう、典型的なね、日本人。ありがとうございます。いろいろ話してくださって。そんな時に、はい、工夫したこと、写真もいただいてるので、ちょっとそれをお見せしてもいいですかね。はい。どうぞ。こちらの写真をいただいてます。これはどういうことですか？これはですね、抗がん剤治療中のですね、仮退院が、1週間、全部で7クールやってる間にこう1週間の仮退院があるんですけれども、
その時にですね、僕紅葉とか高尾山が好きで、うちから車で1時間ぐらい高尾山につけるんですけど、娘に運転してもらって高尾山に行きましたね。その時の写真がこれです、うん、要は工夫っていうのは、要はその気持ちが落ちてる時に、うん、家に帰った時ぐらいちょっと気を晴らしたいので、うん、出かける、はいはいはい、それをちょっと心がけてましたね。出かけてね、なんか言って、ね、本当もう完全武装みたいな、もう感じですね。そうそう、もう帽子もニット帽深くかぶって大きいマスクしてみたいなね。まあ、こういうね、外で出てっていうの大事ですよね、本当ね。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。はい、治療、トーベルキンまとめなんですけれども、治療期間としては1992年の10月と、まあ、2015年の8月から2016年の4月、まあ、2回ですね。20歳の時と43歳から44歳の時で、手術は、まあ、これらの多くの手術、3種類の手術と、あと化学療法も 1,2,3,4,5,6 種類 の、 化学療法、種類の的にはね、別府療法と EP 療法と TIL 療法、はい、すみません、はい、TIN 療法を行っていたと。で、経過としては再発、うん、まあ、が1回、そして経過観察、今は経過観察中ということになります、はい、合併症後遺症としては、腹壁反根ヘルニアと、あと末梢神経障害が今も残っているということで、まあ、保険としてはアフラックさんの保険に加入されていたということであったということですね。はい、阿蘇さんががんの経験から学んだことについてですね、ちょっとお伺いしていきたいんですけれども、阿蘇さんのがんの経験から学んだこと、こちらの言葉をいただいております。どん、はい、阿蘇さんお願いします。はい、今を楽しむということですね、うん、はい、どういう、もう本当に、はい、うん、病気がんっていうものを経験して、まあ、一時期この長い期間が空いてからの転移再発なんですけれども、まあ、その間も楽しんでた、楽しまなかったわけではないんですけれども、楽しいことがなかったわけではないんですけれども、本当にこうまた転移再発して、もう本当に、死んでしまうのかなとかって思った時に、なんかまだやり残したことがあるではないけど、なんかもっと楽しいことがあってもよかったんじゃないかなとかっていろいろこう考えてる時に、やっぱり、こう先延ばしにせずに今を一日一日を楽しんでもらいたいなと思いますね、うん、先延ばしせずにね、はい、ね、ついついね、日常生活に戻ったら先延ばしがちになっちゃいますからね、うん、人ってね、そうですね、なので阿蘇さんは今も先延ばしをしないと、ノー先延ばし人間、う、ね、はい、もう宣言します、先延ばししませんもういろいろこうなんか言われても、はい、気にせずに楽しみたいと思います。すごい、はあ、もう見習いますありがとうございます。本当に阿蘇さん、はい、今日は本当にお時間いただきましてありがとうございました、はい、がんの富に以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。